はい、心のおかず研究員の大野です。こんにちは。今日はチーカーのヘアクリップをつけております。はい、本日はですね、2024年3月の16日の土曜日です。皆様いかがお過ごしでしょうか。枚方市はですね、先ほどちょっと患者さんが帰られて、鍼灸院の治療も終わったんですけれども、めちゃくちゃ今日は暖かいですね。お昼休みとかですね、枚方市の時計台の気温を見たら 21.6 度でした。すっごく暑かったですね。でですね、この間、先日一昨日ぐらいですね、私福岡に行っておりました。初めてですね、通販のお客様で、福岡の周りの皆様に対しての、お楽しみ会というね、会ってお話をする企画を、開催してきました。で、実はですね、4月の、9日は東京の方でさせていただきますが、また楽しみにしております。で、福岡もですね、とても初めて会う皆さんだったんですけれども、楽しく笑顔で聞いていただいて本当にありがとうございました。でですね、その時にもですね、お話ししたんですけれども、前に動画を撮ろうと思っていて、撮れなかったんで、ちょっと今撮っております。で、今日ですね、スマホのスタンドをちょっと忘れたので、手で持ってて、もしかしたら触れているかもしれないんですが、ちょっと見にくかったら、すいません。ではちょっとやっていきたいと思います。ですね、皆様、前回、お正月明けぐらいにですね、撮りました、トイレの浄化法ですね。はい。そして昨年、出しましたお風呂の浄化法ですね。はい。あれがとても好評でございます。でですね、どちらも、清書を使います。で、今回は、皆さん、最近、今日もですね、ニュースで、ありましたが、事故、多いですね。結構自転車乗ってて車に巻き込まれたとか、車同士で衝突して巻き込まれたりとか、非常になんか多いですね。毎日そういう事故が多いと思うんですが、そういう事故に遭わないようにするために、自転車や、バイクや、車にですね、できる、浄化法を皆様、シェアしたいと思います。私もですね、こちら教えていただいて、と思ったので、すぐやったんですけれども、皆様にもすぐね、お伝えすることができなくて、すいませんでした。今日は早速、皆さんに、シェアしていきたいと思います。ではですね、静止を使いますので、ちょっと、場所を移動して、私の場合、自転車なんですけれども、自転車の浄化法をやっていきたいと思います。では、失礼いたします。はい、清酒なんですけれども、こちら日本酒と書かれていて、まあ、米とか米麹、アルコールって書いてあるものがおすすめです。結構ね、この月経館っていう会社の清酒がですね、安くて、糖類が入っていないので、とてもおすすめです。私はイオンでね、3リットル1300円ぐらいで買っているんですけれども、こちらお気に入りで、買っております。おすすめです。はい、では私は自転車で、自転車なので、これお酒ですね、清酒巻いていきます。こんな感じでやりますよ。自転車の周りをこんな感じで、まあ、ちょこちょこって離れてても結構ですので、だったでしょうか。事故に巻き込まれない、事故を起こさないようにですね、できる、邪気払い法って言いますかね、予防線を張るみたいな感じですかね。車全体を守るとか、自転車全体、バイク全体を守りながら、事故を防ぐっていうね、なんかバリア機能みたいな感じですよね。なんか本当に簡単にね、こういうことができますので、清酒を使ってね、
もう本当に周り垂らすだけで結構です。今回私自転車をやったんですけれども、車やバイクも同じようにやってください。で、結構ドボドボドボってしなくても結構です。ポタポタポタで構いませんので、月に1回で結構です。毎月1回でいいですので、ぜひね、静止を使った浄化法やってみてください。そして皆さんがね、教えていただ、みんな、友達にも教えたりとかして、家族にも教えたりとかして、周りの人もね、含めて、みんながね、事故に遭わないように、事故に巻き込まれないように、予防線を張っていただければ嬉しいなーって思います。で、うちもですね、勝手にですね、自転車と車と、やっております。ぜひ皆さんもですね、ご活躍、ご活用していただければ嬉しいなと思います。はい、では以上になります。ありがとうございました。